はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回はですね、前回に引き続いてロングレイヤーのカットなんですけど、ちょっとウィッグがね、長さが短いのでちょっと分かりづらい部分もあると思うんですが、ちょっとやっていきたいと思います。今回の部分はですね、まあ、どっちかっていうとマニュアルっぽい感じで、ちょっと切り方っていう感じになってきます。こういう風に切ったら、まあ、とりあえず、なんとかなりますよっていう感じなので、非常に分かりやすいかなと思います。ちょっと感覚的な部分はちょっと一回置いといて、まあ、こういう風なカットの方法もあるんだよっていう部分でですね、まあ、マニュアルがダメとかって言っときながら、まあ、ちょっとね、皆さんに分かりやすいかなということで、今回のロングレイヤーの切り方をちょっとやりたいなというふうに思っております。はい、でまずですね、イヤーとイヤーからちょっと分けていただきたいんですけれども、はい、パートを分けて、まあこれも同様にハーフウェットでカットしていくんですけれども、で、皆さん、イヤーとイヤーっていうのが、僕もちょっと型にはまるのがどうしてもちょっとあんまり天の弱な部分がちょっとあって、イヤートゥーイヤーってこの耳のところって決めてるんですけど、これってなんでって話になっちゃうんですよね。イヤートゥーイヤーってなんで、なんとなく、まあ過去のね、情報によってイヤートゥーイヤーっていうのはこの位置にしましょうっていうふうに決めてますよね。ただおでこが出ている人、後頭部が出ている人、絶壁の人、皆さんいろんな頭の形の方がいらっしゃいます。その中で僕はイヤートゥイヤーの場所ってその人で違うんではないのかっていうふうに思っております。じゃあそれが何なのかっていう部分なんですけれども、基本的に真ん中で撮ろうと思っております。真ん中ってじゃあ何なのかっていうと、こことここの真ん中の位置ですね、中心の位置です。こことここの中心の位置がその人のイヤーとイヤーの場所っていうふうに僕は決めてます、自分の中では。ですので、耳の付け根のところ、まあほとんどねこの辺で切れるんでしょうけど、この耳の付け根の位置っていうところをイヤーとイヤーって決めてはいません。あくまでもこの方の骨格に合わせたイヤートゥイヤーっていうのを決めるようにしております。じゃあこの人のイヤートゥイヤーはどこなのかっていうのは、ウィッグさんなので結構大体耳のところで設定してあるんですけれども、こう取った時にこれの半分の位置ですね、でコーミングショットしていただいて、はい、ここの半分、あ、ここだなと思ったらこの位置で、こう取っていく、この半分の位置ですね。で左右ですね、違う方もいらっしゃるんですね。耳の位置、後頭部の形、左右対称の方がいればいいんですけれども、そうでもない方もいらっしゃいます。なので右と左でちょっと違う場合もあるんですね。基本的にはこことこの真ん中のところにしておりますので、こことこのコーミングして、このちょうど真ん中指で当てて、そこをコームで取っていきます。なんで、左右がちょっと変わってしまうこともあります。それはその人の骨格の状態ですね。ということで、イヤーとイヤーの取り方はこのような感じになります。今回はどういうカットをしていくのかと言いますと、今回のカットのですね、ポイントとしては、ロングでですね、ちょうど肩のですね、ちょっと当たる肩の下ぐらいにね、ちょっとロングの方いらっしゃった場合に、どうしてもですね、この辺にそぎを入れてしまう、そぎっていうかこの辺に段差を入れてしまうと、ここがこうバサバサしてしまったり跳ねてしまうことって僕はすごく気になってしまったりとかするんですけども、ここに変にレイヤーを入れてしまうと、すごいその何て言うんでしょうね、なんかかっこ悪いしまとまんなかったりとか、変にくびれが出てしまったりとかっていう部分があって、逆にここがワンレンぐらいの方が収まったりすることがあるんですね。この耳後ろのところなんです、イヤーとイヤーのバックの部分なんですけど、ということでですね、ここを段入れないようにして他を段入れるっていうようなカットの方法になります。いいですかね。はい、で、ちょっとやってみたいと思うんですけれども、実際皆さん営業でやっていただくと分かるんですけど、意外と収まりが良かったりとかして、この辺が馴染みやすかったりとかします。でここに変にこうレイヤーとかこう入れてしまうと、ここがねなんかちょっとこれ耳後ろが難しかったりするんですね。肩に当たりますから、なんかこの当たったところにカットラインの、先が来てこうバサバサしてしまうんですね。なので、まずちょっと切り方やっちゃいますね。
で、どういうふうにカットするかっていうと、このイヤーとイヤーでこう分けますよね。分かりやすくちょっとやりますね。このようにイヤーとイヤーをこう分けます。先ほど言ったように真ん中の位置ですね。そしてですね、まずは、はい、ちょっと分かりづらいかな、ちょっとこっちが分かりづらいかなと思うんですけども、はい、ここからですね、はい、このような感じでカットしていきます。ちょっと分かりづらいかな、大丈夫。はい、で、サイドは、先ほど言ったコームを、コーミング入れたらですね、あと指だけでいきます。いいですか。サイドはコーミングは入れたら指だけでいきます。サイドはコーミング入れたら指だけでいきます。コーミング入れたらそのまま指で押さえてロックしてカットしていきます。はい、このような感じですね。はい、反対側も同様に、イヤートゥイヤーから前の部分は、コームを入れたら指だけでカットしていきます。はい、少し前上がりにカットしたいと思います。はい、このような感じで前上がりにカットします。と、指がどうしても構造上、はい、そしたら先ほど言った、イヤートゥイヤーを取ります。イヤートゥイヤーは、はい、その人それぞれのイヤートゥイヤーがありますから、頭と、前髪のこの位置とバック、この中心のところに指を当てます。遠くから見ます。遠くから見て、あ、ここだなと指を指して、そこにコームを入れていきます。はい、ここがこの人のイヤートゥイヤーの場所になる。止めます。はい、今度は反対側です。はい、遠くから見て、はい、遠くから見て、はい、ここだなと指を押さえたら、まっすぐ離れます。離れて、この位置で大丈夫かなっていう部分をしっかりして、しっかり確認して、はい、そこの指のところを通るようにスライスを取って、イヤートゥイヤーを決めていきます。こういう感じですね。これがこの方のイヤーティアです。2分の1です。はい、そしてですね、簡単なカット方法なんですけれども、はい、ベースを切りましたんで、ベースの長さを切らないようにしてですね、はい、今度はどういうふうにしていくかというと、パート分けていただいて、理由としてはこのイヤートゥイヤーの長さをちょっと長く切って下ろした時に、このイヤートゥイヤーのあたりの毛が肩に当たってパサッとならないように、重さをあえて残して、外跳ねにならないようにする場合ですね、はい、肩に当たって外跳ねにどうしてもここはなりやすかったりとかするので、イヤーとイヤーを長く切ることによって外跳ねにならない重さを残すっていうことです。ということは、前にオーバーダイレクションすることによってこう V 字になりますからね。簡単に言うと V 字っていうのはどういうことかというと、前にオーバーダイレクションですかね。で、その時にこのネープの、イヤートゥイヤーの延長線上のこの下のところですね、ここって、あまり触らない方がいいです。ここを触ると薄くなっちゃうので、ここよくね、こう綺麗にあのグラデーション入れる方がいるんですけども、ここね、あんまり触らない、ワンレンでいいんですよ。この下、これを入れると薄くなっちゃって、逆に髪の毛の力がなくなって跳ねたりとか収まりが悪くなったりするんで、あとはここはね、あのダイバルタで削っていくぐらいでいいと思うんですよ、つながりとしては。なので、あんまりここをいじんない方がいいです。この、ボンドクボの下のあたりですね。ここはもうベースですから、ロングの場合、ここが重さになりますので、ベースとしての。ここがなくなると、ペラペラになっちゃって安っぽいスタイルになっちゃいますから、ここはこのような感じですね。あの前髪からのつながりをきれいに切ることによって、こうつながりがこういうふうにできて、はい。で、バックの方がちょっとね、軽めの。ここに軽いラインが、ただここのね部分、ここにちょっと重さが溜まってます。じゃあこれどうするのかっていうと、ダイバルタンで削ります。まあこの前髪のところをいかにこう綺麗につなげていくかということですね。はい、で最後は、ダイバルタンでヤスリがけっていうのが、まあ基本的なスタイルになります。はい、まあ、ぜひですね、このスタイル、まあベーシックな感じの方法なんですけれども、結構使えるので、皆さんちょっとよかったらやってみてください。はい、まあこのバックのところ重さ出そうでしたら、ちょっと中の細いでもいいかなと思います。あまりここね、段差ができるようだったらちょっとぼかしてから、最後にダイバルタンとかこういうヤスリがけですね、でここをなじましてフラットにしていくことによって、よりお客さんがやりやすいスタイルっていう風になってきますので、このロングレイヤーの切り方も一つ、視野に入れていただければ、皆さんのカットがもっと広がるんではないかなというふうに思っております。はい、ということで、このロングレイヤーのカットを終わりたいと思います。